ラファエレ・パラディーノは、イタリアム・ニャーノディ、ナーポリ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。ユベントス FC のユースチームで育成され、レンタル先のベネベント・カルチョで、プロデビュー。しかし8試合1得点に終わり、ユベントスに復帰した。2004から05シーズンにされるニターナ・カルチョで39試合15得点の、活躍を見せると、翌シーズンは、 セリエ A の AS リボルノカルチョにレンタルされる。リボルの21試合に得点に終わったものの、翌2006から07シーズンからセリエ B に降格したユベントス FC に復帰し、パベルネドベドケツジョージに大役をこなした。セリエ A へ復帰した2007から08シーズンも主に中盤サイドとして出番を増やした。2008年、ジェノア CFC へ移籍。 2008年11月13日のユベントス戦では、フルス相手にゴールを決めた。2011年、冬の遺跡史上で、パルマ FC に完全移籍した。パルマの破産に伴い2015年に、セリエ B の FC、クロトーネに加入。2016年4月29日のモデナ戦では、自身の同点弾で引き分けに持ち込み、クラブ史上初となるセリエ A 昇格に貢献。 2016年7月7日、クロトーネとの契約を2018年まで延長した。2017年1月31日、フルスノジェノア CFC へ6年ぶりに復帰。2019年、SSD モンザ1912へ移籍した。2007年11月21日のフェロー諸島代表戦でイタリア代表デビューを果たした。ありがとうございます。